はいどうも、玉谷です。今回も川崎フロンターレで日本人ユースからの補強のみでチャンピオンズリーグ制覇を目指す監督キャリアモードやっていきたいと思います。上位進出を目指すブンデス一部2年目のシーズン、前回のね後半からようやく調子を取り戻したフロンターレは現在5勝4分け4敗の10位となっております。なんとかねここから勝ちを重ねていって上位との差を埋めていきたいね。そしてドイツ杯の方は順調に勝ち進んでまして、前回ね2回戦と3回戦を突破で、エスパルスが頑張ってるなーなんて言ってたら、準々決勝の相手がね本当にエスパルスになり、ここでまさかの J リーグ対決。エスパルスには申し訳ないが、これは当たりを引いた。こちらは初優勝を目指して頑張っていきたいと思います。現在チームはこんな感じ。阿部がついに87、藤原佐々木も成長を止めずに上がり続けている状況。日村もね正直予想外に順調に育ってくれて、もう81と。松尾も順調だね。そして前回センターバックにコンバートした服部はね74と、早くも加藤や花房に追いついてきたね。それでは進めていきましょう。リーグ戦相手は15位のアルナスル、2対0で勝利、大西と平野のゴール。リーグ戦相手は4位のライプツィヒ、3対1で勝利、服部と阿部の2ゴール。リーグ戦相手は11位のボルシア、3対1で勝利、阿部2ゴール、日村1ゴール。リーグ戦めちゃくちゃ調子いいぞ。停滞期の分はだいぶ取り戻した。さあフロンターレついに6位まで来た。一気に積み上げたね。全然これで1位も射程圏内だよね。チャンピオンズリーグ出場権ももしかしたら今季獲得できるかもしれないね。それぐらいいい位置にいます。リーグ戦相手は15位のビーレフェルト、2対1で勝利、阿部の2ゴール。スカウト情報を見ていこう。今回の獲得はなし。おっとユースの橋本が契約を破棄したがっている。いや確か橋本はなかなかのポテンシャルだったはず。これは逃したくないな。ちょっとOVL低いが上げていこうか。スカウトレポート見ていこう。今回も獲得はなし。さあそろそろね必要なピースは揃ったと思うので、一旦ねユース選手のスカウトっていうのは止めていこうと思います。リーグ戦相手は18位のウニオンベルリン、2対1で勝利、佐々木と加藤のゴール。原田翔レンタル移籍出していきましょう。リーグ戦相手は12位のシュツットガルト、2対1で勝利、日村と阿部のゴール。めちゃくちゃ連勝してないこれ。橋本にレンタル移籍のオファー、ここも合意していきましょう。いよいよドイツ杯準々決勝、相手は清水エスパルス。ここでの J リーグ対決、絶対に負けられないね。さあここはプレイしていきましょう。今回はこの布陣で挑んでいきたいと思います。服部がね前節レッドカードをもらったみたいで出場できないので加藤を入れてます。まあさすがにこちらの方がチーム能力的には高いだろうというところで、田中尾に変えて今井、近藤に変えて平野を起用。これでいきたいと思います。ドイツ杯準々決勝キックオフ。さあ格の違いを見せつけろ。今井からいいパス。さあこれをカット、日村がフリーだ。おっと強いね、ナイスゴール。フィジカルの差を見せつけたね完全に。1対0。ピンチ、行かれた。中山に行かれたか。マジかマジか、こんな早々に追いつかれるとは。1対1。ナイスカット。ナイスカット。いや意外と苦戦している。いやライン低いよ、ライン上げていきたい。マジで危ね。いや思いのほかうまくいってないな。いやここも中途半端、まずい。うまい。さあ、智也。
ここで前半終了。前半終わって1対1、まさかまさかの大苦戦。いやただこれはね、選手が悪いっていうよりエスパルスに対してこのフォーメーションがねうまく機能していない気がする。ということで変えていこうか。後半はこの442を使っていこうかなと思います。さあ疲れ気味の今井に変えて田中を、よしこれでやっていきましょう。後半キックオフ、いいよ。さあ阿部が打っていく、そしてこぼれ、オッケー、ナイス、しっかりと反応していく。日村今日2ゴール、阿部の思い切りが良かったね。2対1、ナイス松尾。いやピンチになる、オッケー、これはいいパス、惜しい。いやよく回るようになったね。大西ナイス、平野うまい。さあまだある、惜しい、ナイスなドリブルだったけどね。これはチャンス、さあいいクロス、よく守った。平野うまい、さあフリー、惜しい、ナイス、田中尾のヘッド、まさかの、これは決まったね。3対1、ここで試合終了。3対1で勝利。思ったよりはね、僅差になった。勝てたので良しとしましょう。日村2ゴール、智也1アシスト、田中を1ゴール。ドイツ杯ベスト4進出。リーグ戦相手は15位のビーレフェルト。1対2で敗戦。平野のゴール。リーグ戦相手は7位のフライブルク。1対2で敗戦。服部のゴール。おっと今の敗戦で6位に下がってしまった。さあリーグ戦相手は2位のドルトムント。強豪ですね。しかも相手順位2位なんで、ここはね勝ってぜひとも差を詰めていきたいところ。さあこの上位対決、大事な一戦、今回はここをプレイして終わりにしていきましょう。今回はこの布陣で挑んでいきたいと思います。さすがに大事な一戦すぎるので、前田はお休みで左ウィングバックは加藤にしてあります。現状のベストメンバーだが、ドルトムント相手にどこまで通用するのか見ていきましょう。キックオフ、いいぞ大西、いいぞ大西、効いている。さあフリーで佐々木、いいぞ、いや惜しい、キーパー正面。いやまずい、あぶね、いや服部それは危ない。オッケー、鬼しないスカバー、いやめっちゃいいパス、佐々木からのパスよかったね。いいぞ、いや惜しい、オッケー、今のところ全然チャンスはある。いや服部その辺危ないな、なんとか守れ。さあチャンス、佐々木ちょっと開きすぎた、相手ライン高いね。いいぞ、
田中を。 OK ナイス。いや、果敢に相手の裏を狙い続けてようやく決まったね。いや、相手ラインがだいぶ高いから結構チャンスがありそう。いい上がりだった。田中のゴールで1対0。これは素晴らしい。いや、惜しい。またあれも智也のパスだよね。いいよ、ディフェンスよく粘ってる。これはチャンス。あべ、オッケーナイス。いい飛び出し。いいね、ドルトムントの守備は弱点が明確だな。うちの選手みんな裏狙ってたもんね。2対0。ここで前半終了。前半割って2対0、2点リード。ドルトムント相手っていうことでだいぶ身構えていたが、思った以上にやれてるね。相手がかなりハイラインなんで、ガンガン裏を狙っていくうちのスタイルがカチッと噛み合って押し込んでるね。その結果2点リードできたといった感じかな。後半もね、特に変えることなく続けていけばさらにね、得点も狙っていけるんじゃないかな。メンバーは変えずにやっていきましょう。後半キックオフ。ちょっと嫌な時間帯だが、ここは守っていこう。ナイスカット。さあ、これはチャンスになる。さあ、フリー。 OK ナイス。だいぶ余裕があった。田中碧から阿部。3対0。これもいい抜け出し。日村、オッケー。ゴールラッシュ。まさかのドルトムント相手に。4対0。いいぞ、トモヤ。オッケー。マジでめっちゃ強いね、フロンターレ。完全に強度で競り勝っている。5対0。大量リード。選手変えていこう。木村に変えて平野、佐々木に変えて古川。これもチャンスになる。相手はもうガッタガタだね。さあ、ここも取っていく。さあ、阿部。ナイス大西。日村。さあ、古川。うまい。さあ、平野。そして阿部。オッケー、ナイス。強烈。マジでボーナスステージだわ、ドルトムント。6対0。阿部ハットトリック。
ここで試合終了。まさかの6対0で大勝。いや、ここまで気持ちいい勝利も久々だよね。ドルトムント2位なんでね、さすがに弱いってことはないだろうから、やっぱ戦術同士の相性が良かったんだろうね。平野1アシスト、日村1ゴール1アシスト、阿部3ゴール1アシスト、佐々木2アシスト、友也1ゴール、田中を1ゴール1アシスト。これは阿部の得点王争いにも大きく影響するんじゃないか。さあ、フロンターレ順位は4位となりました。しかも2位との勝ち点差が詰まったっていうのがでかいね。そして得点ランキング、阿部優也22試合17ゴールで1位となっております。いやー、さすがすぎる。このまま取ってほしいね。というわけでね、今回はここで終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。